モンキーフリップサルチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。モンキーフリップの高田です。本日はこちらエナロイドというブランドのサングラスをご紹介させていただきます。はい、ご紹介するのはエナロイドというエナ眼鏡工業のオリジナルブランドになります。エナ眼鏡工業なんですけれども、岐阜県中津川にありまして、1947年より続いているプラスチックフレームファクトリーになります。こちらでは、ほとんどのメガネ工場が分業で作業をしていく中で、日本ではこう数少ない自社工場で一貫生産を行っているという工場になります。効率性よりもクオリティをこう重視しておりまして、特にフレームの磨きにおいては6日間を費やして仕上げると、で最後は全て手磨きで仕上げているというこだわりを持っていまして、あとは使用する素材ですね、限りなく上質なものを採用しているとのことです。ご紹介するサングラスなんですけれども、ベーシックで男女ともにかけやすいスクエアタイプのモデルになります。国内のブランドなので、海外のブランドよりもお顔に馴染みやすいのが特徴です。フレームのカラーが別光のようなハバナ柄ですね。ブラウン系のお色で、レンズはグリーンがかったグレーのような、グリーンとグレーが合わさったようなカラーになります。はい、かけるとこんな感じです。オーソドックスでシンプルなフレームなんですけれども、まあ、シンプルだからこそ素材の良さだったり磨きの良さが引き立つんじゃないかなと思います。こちらが付属のケースになります。ケースも上品なカラー、ネイビーですね。で、中がちょっとグリーンがかったベージュ、メガネ拭きも付属します。はい、というわけで、今回はこのエナロイドのサングラスをご紹介させていただきました。概要欄からウェブページに飛べますんで、ぜひぜひアクセスしてみてください。本日はモンキーフリップの高田がお届けいたしました。いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。